い、ポンちゃん、おはよう。ジャン君。うん、はい。人の影って暗くなっちゃうね。ジュン君、そこあったかい？今ですね、ジャン君が今年の12月で、我が家に来て7年になります、そのまとめ動画を作っているんですけれども、現状で1時間半くらい、もうちょっと広がっちゃいそうなので、今ですね、初期の頃からのものをずっと、短くつまもうという、一回やり直しっていうところになっています。結構ちょっとショックです。そりゃそうですよね、5年くらい、経ったやつから、のまとめから、7年まで2年間何も作ってませんでしたんで、そうなっちゃうよね。最初の頃は、3ヶ月とか、半年とか、1年とか、3年とか、2年もなんか作ったような気がするんだけど、どっか行っちゃったかな？よく覚えてないんですが、3年とか、4年も作ってあるんですよ。4年の出来がね、すごくいいんですよ。いいんですけど、誰も見てくれないのね。やっぱり4って数字悪いですね。そして5年っていうのを、作っていて、5年と3年はすごくたくさんの人が見ていただいています。ただ、内容が、被っているような、気がするからなのかな。結構被らせないようにですね、努力しているんですけれども、この最初のシーンね、これだけは外せないので、このジャン君がシャーシャー言ってるやつね、どうしても最初に見ると、あ、同じだなって思っちゃうのかもしれないですね、今またもうあんまり日にちがないんですよ。あと3、4日しかないんですけれども、その間に、全体をこうシェイプしてですね、短くして、なんとか1時間ちょっとぐらいで収めたいなと思っています。まあなぜならということもあるんですが、YouTube の方でですね、プレミア公開というのがあって、みんなでチャットをしながら見るっていうことが、今、始まっています。で、それに、合わせてなので、だいたい1時間ぐらいがちょうどいいかなと思っているんですけど、まあ、頑張ってみるね、ジャン君。
こんないい子になりましたっていうふうになるよ。ワンちゃん、扉開けに行ったけど帰ってきたんですか。えらい。ワンちゃん、注目を浴びるとやめようってなるんだね。開けた。後ろを向いているとこんな感じで開けるんですよ、ポンちゃんは。ポンちゃん、はい、逃げた。